で、あ、そうなんですか。バイクに乗ってるので、はい、あの免許取りに行きたいなと思って今、後ろに乗ることはありますか。ありますあります。後ろもいいです、ね、乗ってたね。なんかフェイスブックで見た。そうそう、この間。あ、そうなんですか。朝練してきました。朝練で走ってきました。そうそうそう気持ちいいですね。もうあの時期的に朝早く出ないと、うん、もう暑くて。そうか、そうですね、うんうんうん、もう暑くなってきてますからね、うんはい、なのであの免許取りますすごいすごい素晴らしい。旦那さんと行っておすすめだったポイントとかありますか。最近、うんうん、ほんとつい最近なんですけど、うんはい、恩納村の前田、うん、前田岬の近くに円蔵っていう、はい、ENZO っていうなんかパスタとかピザが食べれるカフェがあって、行ったことないけど、すごいあの中もおしゃれ で、はい、でピザがあのピザ窯がね、うん、ちゃんとあって美味しかったです。ですね、気になってたお店、はい、ぜひぜひ。前田岬、はい、円蔵ってあれじゃん、あのグランブルーの。そうそうそう、言ってました。私知らないけど、うちの旦那さんが言ってました。ジャンレノがやってた役が円蔵。あ、そうなんですか。なんか潜水士でしたっけ。なんかそうそうそう、ジャック・マイオールの、うん、まあ実話じゃないけど、はい、ジャック・マイオールってわかる、あの素潜りの世界記録を持ってた人、はいはいはい、あの人をモデルにした映画で、それに、うんうんうん、ジャックの友達役というか幼馴染役やったかな、エンゾっていう役で、あ、ジャンレノが、うん、出てて、それから撮ったんじゃないかなって言ってました。へえ、それあるかもしれないですね、うん、イタリア人役やったもんね、うんうん、おすすめ、おすすめ、もう一番最近の記憶に新しい、おすすめ。美味しかった。ピザが美味しかった。ピザが美味しかった、はい、トイレもおしゃれだった。あ、トイレもおしゃれだった、ね、トイレもおしゃれだった。ツーリング行く方とかね、うん、ぜひおすすめです。ほんまですね、はい、行ってみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。さあ、週末お出かけされる方もいらっしゃるかと思いますので、お天気情報をここでお伝えしましょう。まず22日土曜日です。曇りのち一時雨、午前中の降水確率は 20%、 午後からの降水確率は 50% となっております。日中の最高気温は30度、朝の最低気温は27度の予報です。続いて23日日曜日、曇り一時雨、降水確率は 60% の予報です。日中の最高気温は29度、朝の最低気温は26度の予報です。向こう1週間は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょうということで、まだまだ梅雨明けそうにないですね。はい、今年はちょっと梅雨が長いのかなっていう感じなんですけれども、はい、今週末はね、慰霊の日、はい、そうですね、なのでね、はい、皆さん、うん、お家でね、はい、いらっしゃる方もいるかもしれないですね、うん、はい、お天気情報をお伝えしました。ツイキャスコメント入ってますね。かっちゃんから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めぐたん、れいこさん、ゲストさん、仕事帰りからこんにちはやでこんにちはやでありがとうございます。ありがとうございます。関西はやっと来週梅雨入りしそう、雨の日が多いらしい。やっとですね。やっとですか。なんか西日本だけ梅雨入りしてないらしくって。そっか、だって、うん、そうそうそう、ほんまやと思う、してて、そうなんですよ、ね、九州から関東の方に飛んじゃって、で東北まで梅雨入りしてて、うん、西日本、関西と四国が梅雨入りしてなかったんです、うんうん、あ、そうなんや。そうなんですよ。変な感じ、変な感じですね、うん、ですけど、やっと梅雨入りしそうらしいですね、うんうんうん、かっちゃん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとメールも来てますよ。はい、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんから、めぐさん、れいこさんもいるのかしら。いますよ、いますよ、はい、最近お留守番で放送参加されてないのでいるかなって。いけますよ、現在お仕事真っ最中のめいちゃんでございます。お疲れ様です。もう梅雨明けしてほしい。確かに、ね、天然パーマっぽい髪型をしている私もう髪型がちゃんと決まらない。くるんくるんなんくせっけはゴリゴリです。確かにね、ね、
梅雨だとね、くせ毛気になっちゃいます、ね、皆さんは梅雨明けしてほしいですよね、はい、ではでは素敵な花の金曜日を過ごしください、とメールいただきました。ありがとうございます。さて、めいちゃんからのリクエスト曲をおかけしましょう、かりゆし58でうーちの歌。FM ギノワンからグッタイミュージックお届けしております。さて、今週末のお出かけ情報をここでお伝えしましょう。まず今日なんですけど、今日開催されています、ギノワン市にありますやちむんと暮らしの道具マノさん、ご存知ですか？聞いたことあるような。ハーレから近いです。マジですか？はい、どこにパイプラインを、うん、那覇の方に向かって行って、うんうんうん、で大山の交差点のところ、うん、左行ったら基地の方行くじゃないですか、うんうんうん、基地の方に上がって行ってちょっと右に曲がったところに焼き物屋さんがあるんですよ。おしゃれな
やちむんとか、はい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 、いろいろ沖縄の雑貨屋さんがあるんですけども、はい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 、そこでイベントが開催されています、うん、はい、今回はですね、はい、光と風を奏でる、ガラスの風鈴展開催されております、はい、風鈴ってなかなか沖縄で見ることないですね。風鈴つけたらあれそっかガラスとかだとやばいですシーンじゃなくてシーンってなるから風強いからそれはあるかもそれか全くならないかもどっちかあもうあもう全くならないから、ま、風受けすぎてなるほどねそうかでもね、ガラス屋さんって結構ありますよね。琉球ガラスとかね。そ う, ね、うんうんうん、そうなんですよ。その琉球ガラスとか使って、風鈴を作ってらっしゃる作家さんが4名、はい、集結されます。ザーコアキさん、はい、日賀夏子さん、そして与那峰理恵子さん、はい、そして東京から海老純子さんが参加されます、はい、それぞれの風鈴の奏でる音の違いや光を取り込んだガラスの美しさをお楽しみください。今日は19時まで開催されておりますので、はい、ぜひお越しください。そして週末慰霊の日ですね、23日、うん、はい、慰霊の日イベントもたくさんあります。まず、沖縄平和記念公園で開催される、平和の光の柱イベントをご紹介しましょう。糸満市にある平和記念公園で慰霊の日である6月23日とその前夜22日に、平和の光の柱が、空に向かってサーチライトで作り出されます。こちらは74年前の沖縄戦戦没者に思いを馳せ、うん、慰霊と平和を発信するための、神秘的な光を放つ5本のサーチライトが点灯されます。この5本の光は平和の礎に刻まれた日本、アメリカ、イギリス、朝鮮半島、台湾の5カ国を表しています。でこの平和の光展なんですけども、あとはコップキャンドルやペットボトルキャンドルにより通路がライトアップされるほか、灯籠流しも行われるそうです。はい、この期間にぜひ平和記念公園で平和を祈りましょう。そして、宜野湾市でも開催されます。宜野湾市に佐喜眞美術館ってあるのご存知ですか？分からん、すいませんそか存じ上げておりません。ね、宜野湾市の真ん中に基地があるじゃないですか、はい、基地の本当にフェンスの真横に佐喜眞美術館はあります。で佐喜眞美術館、この慰霊の日だけですね、うん、屋上が開放されて基地が見渡せるようになるらしいんですね、うんうんうん、でそれと合わせて、佐喜眞美術展での、慰霊の日企画が開催されます。今年は照屋正夫さんによる歌と語り、タイトルが戦の記憶、あの時正夫少年が見た戦場というタイトルで行われます、はい、この、正夫さんなんですが、照屋正夫さん歌も歌ってらっしゃって、うん、三線の、沖縄民謡歌手、で歌があり、そしてご自身が体験された、うん、戦争のお話をこの日されるということです、はい、うん、こちらが午後4時30分開場、そして午後5時開演になっております。入場料は大人2,000円、中高生が1,000円になります。定員は100名様です。入場券はお電話でもご予約ができます。佐喜眞美術館電話 098-893-5737 までお問い合わせください。はい、慰霊の日イベントをご紹介しました。まみ、はい、さん、慰霊の日って、はい、学校がお休みになったりとかするんですよね、沖縄って。そうですね、ねえ、今年は日曜日なんですけど、はい、はい、昔からもう馴染みのある日ですか、あれ慰霊の日って学校休み、イエーイみたいな、まあ、ごめんなさい、すいません、それは正直なとこでしょう。まあでもやっぱりちっちゃい頃からじゃあ12時になったら、なんかね、地域でね、うーんってサイレンが鳴って黙祷するっていうのはやってます。私もこっちに来て初めて知りました、6月23日が慰霊の日っていうの。これはでもなんか6月23日が慰霊の日になってるっていうのは、
これは何の日なのって、だからもうまずそれを知らなかったから、そうだからもっとなんか何やろう、これはこういう日なんですよっていう、なんか内地向けにもアピールした方がいいかもしれへん。そうですよね、みんなでね、沖縄だけのことじゃなくて、そう沖縄だけのことじゃないから、本当に、と思うから、本当に ね、内地にも発信していかないといけないなと思いますけどね、はい、今週末日曜日になっております。はい、お出かけ情報をお伝えしました。じゃあここで1曲お届けしましょう。サカナクションで忘れられないの。日本が決めたわけじゃなくて、琉球政府及び沖縄県が定めた決まり。復帰の日本が決めた。沖縄県が違う。休みなのみたいな。なんで？FM 沖縄のリスナーさん、なんか県内じゃなくて県外からだね、なんかちょっとそれが最初へーって県だし、なんかここら辺の人が聞いてるって勝手に思っちゃっていたので、でもこの辺の人は電波って聞いてて、ツイキャスはもうネット配信なんで全国各地があるんで、そろそろエンディングですね。お届けしている曲はサカナクションの新しいアルバムから忘れられないのお届けしております。さあツイキャスコメントたくさん来てますね。まずシュプリームさんから、ただいま帰宅しました、残り時間ゆっくり聞かせてもらいます。てか都内は真夏日で汗だくです。
そっか、東京暑いんですね今。そして大塚健二さん、こんにちは、埼玉からツイキャスで見てます。ありがとうございます。こちらは晴れ、29度暑いです。暑いですね、埼玉も暑そう。そして大塚健二さん、いい素材のスイーツぜひお店出してください。ありがとうございます。ね、いい素材イコール売り上げにならないと思いますが、開店して何年もあると言われたら、アレルギー持ちのお子さんなど浸透していくと思います。言うのは簡単ですみません。ありがとうございます。嬉しいですよね。嬉しい嬉しい。大塚健二さんもね、ちょくちょく沖縄に来てくださってるんですよ。そうですね、埼玉から、うんうん、沖縄好きなんですね。そうなんです、うんうん、ね、来た際にはぜひ、ね、はい、マミさんのスイーツも食べてください。ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、もうそろそろね、エンディングの時間が近づいてきてるんですけども、はい、番組からここでお知らせがあります。そうなんでございます。はい、実は、はい、6月いっぱいをもちまして、はい、この番組が終了いたします。そうなんでございますよ。そうなんでございます。ぴったり1年。ぴったり1年やね。ですね、去年の7月から。はい、ハーレダビットさん、ハーレダビットソンさんの混ざってしまったハーレダビットソンさんの、はい、提供でお送りしてきました。ね、この番組なんですけれども、はい、今月末、来週をもって、はい、最終回になります。そうなんでございますよ。はい、皆さん寂しいですが、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ほんとね、また来週、うん、ゲスト誰が来るのかな。社長とこよかな。社長かな。ぜひ。やった、最後のゲストで。そうです。マミさん、あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ね、来週はハーレの、うん、皆さんとね、お届けしたいと思います。まさか7月からハーレーからスイーツに。なるかな。そうなんでしょうか。また来週ね、そうですね、いろいろ1年を振り返ってお届けしていきたいと思います。ありがとうございます。さて、エンディングなんですが、もうね、そろそろ時間なんですが、はい、マミさん、今日いかがでしたか。いや、楽しかったです。ありがとうございます。来週で終わりなんて言わずにまた呼んでください。復活したら復活したらまた、ね、ぜひぜひ。楽しかったです。ラジオ遊びに来てください。はい、ね、スイーツもありがとうございます。ありがとうございます。ね、持ってきて、お家でまたゆっくり味わってください、はい、ゆっくり味わって、はい、お菓子教室も行きたいなと思って。あ、ね、じゃあ個人的にお知らせします。はい、はい、ぜひ作りたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はいはい、今日のゲストはレインボープラスからマミさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてラジオの相手はメグとレイコとマミでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は自由へのパスポート、ハーレーダビッドソン沖縄の提供でお送りしました。それではまた来週、さよなら。バイバイ。食の安全番組でいいかも。Thank you.